どうも、IS チャンネルです。暑い日に入ると最高に気持ちいい、バンダイ熱海温泉、元湯を紹介します。場所は、磐越西線のバンダイ熱海駅から徒歩2分で、120メートルです。バンダイ熱海駅には、里野も停車します。里野の入線シーンです。バンダイ熱海の駅名標です。ホーム側の改札口で、改札口の上には「ようこそバンダイ熱海温泉」とあり、時間帯によって駅員が改札し Suica に対応しています。駅舎側の上には時刻表があり、磐越西線の全列車が停車します。有人駅なので切符を販売する窓口かと思いきや、切符は販売していません。窓口で切符を売らないので、指定券が取れる券売機かと思いきや、指定券が取れない券売機です。バンダイ熱海駅の駅舎で右側にお手洗いがあります。お手洗い側に駅から歩いても行けるモデル観光コースのイラストマップがあります。駅舎の入り口です。駅舎の左側には旅館、観光案内所があります。駅前のロータリーの左斜め前に足湯があります。元湯の入り口は少し分かりにくいので、地図の通りに歩き、この建物が見えたら左に曲がります。昭和の雰囲気が色濃く残っている元湯の入り口です。正式には共同湯、冷泉、元湯です。入り口のこの元湯の看板が激渋ですね。入ってすぐ左側は受付で、お風呂のみの大人の料金は午前6時から午後2時までは600円、午後2時から4時までは400円、午後4時から午後8時までは300円で、午後7時半で受付は終了です。受付の上の看板によると、皮膚病の名湯です。その上には熱海の地名と温泉神社と言われた歴史の流れについて書かれた木の板があります。風呂はコンクリートの廊下を挟んで別の建物で、手前が男湯で、奥が女湯で、その間には椅子が並んでいます。男湯の入り口には清涼飲料水の自動販売機があります。自動販売機の壁の反対側にはいろいろな掲示物が貼られています。一番左側の掲示物は、昔から元湯が皮膚病に効能があることを示す古文書が受付の上の木の板の隣の額縁に飾られている旨が書かれていますが、私には暗号にしか見えず、何が書かれているのかさっぱりわかりません。その隣には昭和30年代の元湯の写真で、昭和42年に建て替えられる前の貴重な写真です。その隣にはコルクボードに元湯熱海温泉合資会社の始まり100年前の姿と書かれた写真と資料が貼られています。左側は貴重な写真が4枚貼られています。右上は大正3年の温泉・高専の湧出場所の地図です。右下は元湯の起こり・発展と愛され続ける元湯と、右下には効能が書かれています。その隣には梅谷こころさんの磐越西線一人のポスターと、初めて元湯に入る方のご案内があります。初めて元湯に入る方のご案内には、冷たい浴槽の方が名湯で、皮膚病や化粧かぶれが改善し、低温、高温、低温の浴槽に交互に入浴すると
筋肉の疲れにも効果があり、おすすめの入浴法である旨が書かれています。入り口を入ると土間があり、靴を脱ぐ下駄箱に靴を置いて脱衣所に向かいます。脱衣所はこんな感じで、入り口横にお手洗いがあり、手前に脱衣かご、奥に鍵付きのロッカーがあります。脱衣場には温泉の分析表があり、熱い湯の小さな浴槽は泉温 50.4 度、アルカリ性単純温泉、pH 9.1 です。ぬるい湯の大きな浴槽の温泉分析表の撮影に失敗しましたが、こちらに一部抜粋しているみたいで、泉温 29.5 度、アルカリ性単純温泉、pH 9.0 です。お風呂場はこんな感じで、左側が洗い場、真ん中の大きな浴槽と右側に小さめの浴槽があります。大きな浴槽はプールより少し冷たい感じですが、小さな浴槽で体を温めてから入るとひんやりして、真夏日には長い間気持ちよく入浴できます。小さな浴槽は江戸っ子じいさんが入るようなお風呂の温度で、ガチで熱く入るのにかなり勇気が必要で、1分入るのが大変ですが、ここで1分我慢して大きな浴槽にゆっくり入るととても気持ちがいいです。列車で駅地下の温泉に入る特典は、湯上がりに一本することで、撮影日には元湯から歩いて2分程度のお蕎麦屋さんの丸吉さんで、野菜の天ぷら盛り合わせを当てにエビスビールをいただいた後に和風冷やし中華をいただきました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。